皆さんこんにちは。何度紹介に預かりました、吉田と申します。エネルギー科学研究科の方は社会エネルギー社会環境科学研究というところに属しております。どちらかというとこの研究科の中では少数派といいますか、いわゆる文系の教育ですので、今日は直接そのエネルギーに関わるということでは必ずしもないんですけれども、そのエネルギーを含めた現代の科学技術にまつわる、特にリスクの問題ですね。このリスクをどのようにして制御していくことができるのかということを、特に監視と監査という2つの、現代社会の活動をキーワードに考えていきたいと思います。でその時はサブタイトルになりますように社会システム理論という社会学の理論を、応用するということにしたいと思います。で、それではですね、まず今日の私の話の構成流れですけれども、まず現代社会はしばしばリスク社会というふうに言われます。でそれはなぜなのか、リスク社会というのはどういう意味なのかというのをまず簡単にお話しします。で次でですね、その、社会システム理論という社会学の理論がこのリスクの問題にどういうふうに向き合うことができるのか、どういうふうにリスクに対処することができるのかということをお話しします。で、次で本題の監視と監視という2つの活動を、キーワードにして、現代社会における、リスクの制御の可能性というふうなことを考えてみたいと思います。はい、それではですね、まず現代社会がリスク社会とよく言われるのはどういう意味なのかということなんですけれども、ご承知の通り、この現代ではエネルギー問題とか、それから地球環境問題などに代表されますように、いわゆるグローバルなリスクに対処するということが社会全体の大きな課題になっております。でその時、しばしば指摘されますのはですね、さまざまなリスクをもたらしている科学技術を支え、あるいはそれを支えている専門家に対する信頼に裏切るということ、これが、しばしば議論になります。その科学技術やその専門家は必ずしもリスクをきちんとコントロールできていないのだ、これはもう具体的な例は申しませんけれども、日本でも、近年いろいろなこの科学技術に関わる問題で認識されていることで、あるのはみんなご承知の通りだと思います。でただですね、そのリスクというのは、それとこう、表裏一体と申しますか、チャンスとリスクという、両義性、二面性を持っています。科学技術の発達というのは、それ自体がリスクを算出する一方で、さまざまな多様なリスクに対処するチャンスを生み出しているということが言えます。だから科学技術というのは、要は両刃の剣であるということですね。そのことを、まずここで、強調しておきたいと思います。次にリスク社会と呼ばれる社会の基本的な特徴を整理しておきます。でまず、第一点は、先ほども申しましたリスクのグローバル化ということですね。グローバル化といいますのは、まず空間的に、それから時間的にも社会的にもリスクの影響の範囲に限定できないということです。どこまで広がるのか、いつまでリスクが及ぶのか、そして、どういう社会にその影響が及ぶのかということは、そのリスクがもたらす被害の予測をするということが困難であるということでもあります。第2点は因果関係の複雑化ということです。環境問題にせよ、エネルギー問題にせよですね、非常にその責任の所在というのは複雑に絡み合っておりまして、どこに責任の、最終的な所在を求めるのかというか、非常に不明確。もちろん政府や企業等々、さまざまな責任の主体はあるわけですけれども、最近の原発問題にしましても、どこが最終的に責任を持つのかということは非常に不明確であるということですね。ということは、もし何か大きな被害が起こったときにも、その被害を補償するということが困難であるということでもあります。次に第3点としまして、そういったその科学技術のリスクの発生と
というものは、避けることができないですね。で、なぜかと申しますと、まあ、そもそも、リスクというのは、まあ、人間や社会の自由な選択が拡大するということ、自由が拡大するということの、まあ、意図せざる結果であるからなんですね。で、このことを、まあ、とりわけですね、このリスクという言葉を定義するときに、まあ、注意したいと思います。で、そもそもリスクとは何かと、リスクという言葉の意味を、まあ、ここで定義しておきますと、今申しました自由な選択がもたらす、それに伴う意図せざる結果というもの、これがリスクという言葉の定義です。人間の社会といいますのはですね、まあ、常に自由の拡大を求めて発達してきました。で、それはチャンスが拡大するということでありますけれども、同時にそれに伴うこの裏側のリスクが拡大するということでもあります。で、事実ですね、このリスクという言葉、この言葉が現在使われているような意味で登場するのは、いわゆる近代になってからのことです。で、それは近代社会といいますのは、いろんな意味で伝統から解放された、そして、まあ、人間や社会の自由な選択を大幅に歓迎した社会だからなんですね。まあ、例えば宗教とか身分とか、そういった伝統にとらわれることなく自由な選択ができる。これが同時にリスクをもたらしている。で、この言葉がですね、ほぼ現在持つような意味に、使われ始めた、その、まあ、最初期の頃はですね、まあ、これはルネサンス時代のイタリア語だそうですけれども、もともとは危険を冒してでもあえて新しいことをするという、まあ、そういう意味を持っていたという、まあ、だから危険はあるけれども同時にその新しいチャンスを持っていたという、まあ、そういう、まあ、言ってみれば積極的なポジティブな意味を同時に含んでいたということですね。で、リスクが近代社会になって出現したものだということは、まあ、逆に言いますと、あの近代よりも前の社会にはリスクは存在しなかったということですね。なぜなら、伝統に従った生活には基本的に、まあ、自由な選択というものは存在しないから、まあ、ごく一部の特権階級は別かもしれませんけれども、まあ、大多数の一般の人々にとってはそうであったということですね。で、まあ、もちろん近代以前の社会にはいろんな危険は存在しました。まあ、食料の危機ですとか自然災害ですとか戦争ですとかね、まあ、しかしそういったいろんな危険というのは基本的にも一般の人々にとっては運命として管理することはなかったということがいい、まあ、だからそういうさまざまな危険は危険ではあるけれどもリスクではなかったということですね。はい、と以上のように、まあ、現代社会がリスク社会であるということの意味を、まず踏まえておきたいと思います。で、次でですね、そのように現代社会のリスクというものが避けられないものであるとすれば、ここでこのリスクをどう捉え、そしてそれに対してどう向き合って対処していけばいいかということですね。社会システム理論の考え方を、まあ、あの応用しながら考えていきたいと思います。で、社会システム理論というのはですね、この言葉の通りで、近代、まあ、ここでいう近代というのは現代も含めた広いんですけれども、近代社会の特性というものを、まあ、この図のようにですね、複数の機能システムに分化した社会であるというふうに捉えます。まあ、機能システムというのは、例えば政治、経済、そして科学、技術といった、まあ、こういったシステムですね。で、こういう近代社会の大きな特徴は、その全体を統制する、まあ、いわば中枢のようなものが存在しないということです。これは、まあ、例えば、その現代の経済のグローバル化と呼ばれる現象を考えてみれば、よくお分かりかと思います。
経済がグローバル化するということは、まあ、言い換えれば経済が政治によって、十分なコントロールを受けない、政治のコントロールから、まあ、離れて、まあ、経済が、一人歩きする。でそしてそのような個々の機能システムはですね、それぞれが独自のコードと呼ばれるものを持っている。コードというのは、まあ、言い換えれば価値基準であり、そして、まあ、システムが、まあ、何かを観察する視点というふうに言い換えてもいいと思います。で個々の機能システムはそれぞれが独自のコードに基づいて作動するということですね。まあ、自分自身の、まあ、もう少し日常的な言葉にしますと物差しと言ってもいいかもしれません。経済は経済の物差し、科学技術は科学技術の物差しで、まあ判断し、まあ、様々な振る舞いをするということですね。でその結果として、現代社会の機能システムはですね、環境に対して必然的にリスクを感じてしまう。でここでいう今環境といいますのは、いわゆる自然環境のことだけではなくて、まあ、それも含みますけれども、もっと広くですね、その機能システム自身の外部の他の機能システムを含む全てに対してということです。ですので、まあ、地球環境問題にせよ、それから、経済、数年前のリーマンショックなんかもまだ記憶に新しいんですけれども、まあ、そういったグローバルな経済、それからまあ最近まだになるサイバー攻撃などですね、こういった現代社会のリスクというのは、いずれもそういうふうにして、個々の機能システムが独自のコードに基づいて作動した結果、起こったリスクであるということができます。でここでですね、まあ、特に、まあ、今日の本題であります技術システムについて考えてみたいと思います。この技術システムはもちろん現代社会を構成している、まあ、重要な機能システムの一つです。で技術システム、まあ、テクノロジーと言い換えてもいいと思いますけれども、この技術システムの大きな、まあ、現代社会の意味は、まずですね、その他の機能システムに対して、リスク制御のための新たな手段を提供しているということです。まあ、環境問題にせよ、経済問題にせよですね、現代の情報技術を中心とした科学技術なしにリスク制御を行うということはまず不可能と言っているんですね。しかしながら、そのようなそのリスク制御の手段であるところの技術システムにはそれ自体の固有のリスクが存在します。それはなぜかと申しますと、技術システムというのはですね、あらかじめ想定された因果関係にさまざまな要素、まあ、部品と言ってもいいかもしれませんが、諸要素、さまざまな部品を組み合わせるということです。この原則によって作られるものだからですね。でこの右上のこれは、まあ、あのソフトウェアのフローチャートを、まあ、表したようなイラストですけれども、まあ、こういうその図式をあのイメージしていただければいいかと思います。であらかじめ想定された因果関係に所要素を組み合わせるということは、逆に申しますとその想定されていない因果関係というのはあらかじめ無視されている。でそういうふうにして選択的な無視によって排除された因果関係、が常にこの技術システムには、まあ、いわば影となって付きまといます。で排除されたということは、まあ、コントロールされないということでもありますし、まあ、数年前に、まあ、しばしば使われた、まあ、流行語になった言葉を借りて言いますと想定外そういう意味で、この技術システムのリスクというのは、技術が不完全だから、技術に歪みとか失敗が含まれているから
ではなくて、技術システム自身の構造に実は内在しているわけです。だから技術システムによって、絶対的なセキュリティ、安全性をもたらすということは不可能だということですね。このことを端的に、ルーマンというこの社会システム理論の学者はですね、コントロールのあるところにはリスクもまた、大きくなるというふうに言っています。まあ技術システムというのはさまざまなコントロールを行うということが目的であるわけですけれども、その目的を実現しようとすれば、その裏のリスクもまた拡大するということですね。はい、それでは次にですね、この現在の技術システムの中でも特に代表的な、かつ重要な情報システムについてさらに、考えていきたいと思います。これはですね、主にエスポジコという、やはり社会システム理論の学者が述べていることですけれども、技術システムの中でも特に情報システムはですね、リスクに対して開かれていると、いうふうな指摘をしています。なぜならですね、情報システム、具体的にはこれはコンピューターであったり、インターネットであったり、最近、しばしば話題になります、人工知能、AI など、日々発達しているわけですけれども、そういった情報システムというのは常に、リスクに対して開かれている。なぜならですね、情報システムというのはそれを設計した設計者が考慮していないアクセス方法が常に存在しているからだというふうに思っています。で、皆さんのパソコンを使っておられる方は、大勢いらっしゃると思いますけれども、パソコンの、基本ソフト、特に Windows なんかしょっちゅうがもうセキュリティセキュリティ上の方針が行われますよね。で、あれが行われなければならないのは常にその不正な侵入を許すような、いわゆる裏口が開いているから、それが大きな理由です。そのように設計者も考慮していないアクセス方法、入り口、裏口というのが常に存在している。で、それからですね、この情報システムによって得られる情報というのは、その情報を伝達した伝達者の意図に直接に記録することはできないということも言えます。これもですね、その情報システムというのはそもそも情報を加工するということを、目的としたシステムであるという当然のことではあります。いわゆるその対面の、コミュニケーションのように直接に伝えるものから伝えられるものへと情報が正確に伝わるとは限らないということですね。それから、もう一つのポイントとして、情報システムというのはさまざまなコミュニケーションの接続を行うわけですけれども、この情報システムでのコミュニケーションの接続を制御するためには、伝統的な社会の手段は不適当ではないかと予想せざるを得ない。というふうにも、このエスポジトは指摘しています。伝統的な社会の手段というのは、例えば、真理とか、貨幣、お金ですね、それから法など。で、こういった、手段というのはですね、社会システム理論の、考え方でいうと、機能システムのメディアであるといわれます。例えば、貨幣が経済システムのメディア。でこういったものが、これまで、人間のあるいは社会のコミュニケーションを制御するための手段としてこれまで用いられてきたわけですけれども、ね、情報システムを介したコミュニケーションでは、しばしばこういった伝統的な手段は、十分には役に立たないということですね。でいくら法規制を強めても、情報システムの不正アクセスはどうかたないということを考えになれば、いいかと思います。
特に情報システムというものが、さまざまなリスクに対して開かれている。とすれば、この情報システムを用いる現代社会のリスク、これに対してどのように、対処し、そしてどのようにリスクを制御していけばいいのかということ。そのことをですね、ここから、ようやくここから今日の話の本題になりますけれども、監視と監査という2つのキーワードを通じて、考えてみたいと思います。でこの監視と監査、いずれもこの監督の監という漢字を、含むキーワードですけれども、この2つの活動、いずれも現代では情報システム向きにはありえない活動です。でまず、監視の方から、見ていきますけれども、監視といいますとですね、例えばその、いわゆる監視カメラ、防犯カメラのことを思い浮かべる方も多いかと思いますが、現代の監視というのは、それ以上にですね、この情報システムによる監視、特に個人データの収集や分析ということですね。これが、現代の監視の特に中心的な手段になっています。でそういう意味での監視によるリスク制御ということが、現代社会ではいろんなところで行われています。これによってですね、予想されるリスクを最小化し、可能な限り回避するということが目指されているわけですね。具体的には、治安の維持、テロ対策ですとか、それから市場調査、どういう商品がヒットするかとか、それから信用調査ですね、融資するときに、お金を貸す相手が信用できるかどうか。こういったこと。活動というのはいずれもですね、広い意味の監視の活動であると。で、ただこういうリスク制御のための監視についてですね、これはライアンという社会学者が述べているということですけれども、リスクカテゴリーの設定、リスクカテゴリーというのは、そもそもどういったリスクが予想されるのか、何が問題なのかと、どういうリスクに対処しなければならないのかということですけれども、リスクカテゴリーの決定、それから融資確性や適格性の判定、例えばあの人はお金を貸しても大丈夫なのか、そういった判定はですね、必ずしも社会的な整備ではなくて、法理主義的根拠に基づく確率計算によって行われるというふうに言っています。で法理主義的根拠に基づく確率計算といいますと、基本的には、先ほどの、社会システム理論の用語を使って言いますと、経済システムの構築によって行われるということですね。で、最近流行りの言葉ですけど、経済システムによる選別と排除が常にそこには働くということを、注意しておく必要があるかと思います。で、このことが示唆しますように、この現代の情報技術による監視という活動は、それ自体がリスクを監視するということ、そのことにも目を向ける必要があります。要するに情報技術による監視というのは、リスクの制御とリスクの算出という、まさに二面性、両刃の剣であるということですね。でこのように監視の活動によるリスクの産出が拡大してきたのは、そもそも、政治システムや経済システムが、ますます現代では、一般の人々の私的な生活世界に介入しているからですね。これは先ほど挙げましたような、こういった活動を思い浮かべてみれば、容易にご理解いただけるかと思います。ネットショッピングで買い物をするということは、常に、自分のさまざまな個人データを企業に対して提供するということですね。あるいは SNS を、使用利用する場合でも同じことです。でこういったその情報技術による監視の拡大というのは、現在では、いわゆる経済への規制緩和によってますます進
んでいます。個人情報がですね、まあ、最近ではビッグデータという言葉がよく使われます。膨大な個人情報が、流通する、そのこと自体が、まあ、とりわけ経済システムの活動にとっての、まあ、重要な、手段になります。でそれではですね、このような監視がもたらすリスクに対してどう、対処すればいいのか。でそのあくまでも一例ですけれども、ここではですね、その監視の監視という、まあ、一つの、まあ、処方箋といいますか、解決策を、見てみたいと思います。で少々ですね、昔の例になるんですけれども、2002年から、まあ、使われ始めた住民ネット、住民基本台帳ネットワークというのがありました。まあ、現在ではですね、マイナンバーのシステムにとって変わられて、役割を終えたんですけれども、これが導入された時に、かなり、まあ、大きな利用がありました。でこの住民ネットを批判する立場の最大のポイントは、政治や行政の出権が、人々の生活世界に介入する監視を強めるということ。ここにあったわけですね。で、そうですね、この住基ネットを実際に運用するのは地方自治体ですけれども、この日本の多くの地方自治体の中でも、そういった観点からですね、まあ、プライバシーの個人情報の保護という観点からこの住基ネットの導入に抵抗した自治体がいくつかありました。で、そのようにこの住基ネットに反対した自治体の一つとして東京都の杉並区があります。で杉並区はですね、2004年に、国とそれから東京都に対して裁判を起こします。まあ、住民選択制度といって、その住基ネットを導入するかどうかをその住民投票に委ねるということを、提唱したわけなんですね。でしかし、その4年後、2008年に最高裁で、杉並区は敗訴します。でこれによって、まあ、住基ネットを導入するということに、まあ、舵を切らざるを得なくなるわけなんですけれども、この時の杉並区の対応についてですね、加藤さんという社会学者は、情報鎖国から情報開国への茨の道を杉並区は歩んだというふうに表現しています。この比喩の意味するところは分かりかと思います。情報鎖国というのは住基ネットに対して、住基ネットをあえてその拒否することで、まあ、住民のプライバシーを保護する。しかし2008年の敗訴によって、まあ、杉並区は情報開国へと転換せざるを得なかった。でただその時にですね、杉並区はこの3点を中心に、まあ、いわばこの住基ネットを監視する仕組みというものを、構築しています。自治体相互の、連携による研究提言機構の創設、そして住基ネットの運用を監視する第三者機関の設置で、3つに緊急時対応策の措置、まあ、こういった仕組みです、ね、でこういったその杉並区の転換、まあ、情報開示という、まあ、比喩で生まれる、まあ、こういった転換はですね、プライバシー権という考え方そのものを再定義するということを示唆しているというふうにも言います。でプライバシー権というのはですね、まあ、それまでの考え方であれば、政治システムや政治や行政のシステム、あるいは、まあ、企業などの経済のシステムも含めているというふうに言いますけれども、そういうシステムから、人々の生活世界に向けられる、まあ、視線、まなざしを遮断する、そういう考え方であったわけですね。
しかし現代のようにあらゆるところにこの情報技術の良い関心の眼差しが浸透している社会ではそのようにその眼差しを遮断するという考え方はもうそもそも実現不可能です。というわけで、それに代わってですね、そのプライバシー権を実現するためには、眼差し、社会に至るところに浸透し、存在している眼差しそのものを、まあ、可視化し、共有化するということであるで。この杉並区の対応というのは、まさにそういった、可視化、共有化、眼差しの可視化、共有化への道であるというふうに考えられるわけですね。まあ、つまり個人情報の使われ方が極力リアルタイムに分かるような、そういった情報の中での透明化を実現するということです。まあ、これが要は監視の監視という、表現の意味です。それでは次にですね、監査、特にシステム監査と呼ばれる制度についてお話をしたいと思います。このスライドは追加したので、申し訳ありません。配布資料に入っていないスライドなんですけれども、システム監査という言葉、あんまりおそらくお耳に馴染みがないのではないかと思います。まあ、監査というと、多くの方がおそらく会計監査と思われると思いますね。で一般に監査というのは、まあ、企業、あるいは自治体などの組織に対して、まあ、その運営が、まあ、適切に行われているかどうかを、まあ、点検し、評価する。でそして、もし、運営に問題があれば、是正を促すということを言います。で、そういったその監査の一つとして、現代の、まあ、これは現代では経済産業省が管轄している制度ですけれども、システム監査という制度があります。システム監査といいますのは、まあ、企業などの情報システムに対する監査。でこれは経済産業省のシステム監査基準の中で定められているシステム監査の目的ですけれども、そして企業等の情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが、リスクアセスメント、つまりリスク評価に基づいて適切に整理運用されているか、それを独立かつ専門的な立場のシステム監査員が検証または評価することによって保証を与え、あるいは助言を行い、もって IT ガバナンスの実現に寄与するというふうに述べられています。 IT ガバナンスというのは非常に、まあ、範囲の広い言葉ですけれども、要はその情報技術がきちんと、コントロールされているかどうかということですね。で、このシステム監査が使う範囲、これもですね、非常に多岐にわたっています。そのシステム自体が、まあ、ダウンせずにきちんと稼働するかどうかということももちろんありますけれども、まあ、機密情報とか個人情報がきちんと保護されているかどうか。まあ、漏洩に対する対策ができているかどうか、まあ、そういったことももちろん含みます。それから、まあ、いわゆるコンプライアンス、法令遵守ということも含まれますね。そして、情報システムが、この、まあ、企業であれば経営の活動のために、まあ、合理的に貢献しているかどうか、まあ、そういう経営学的な観点も含まれます。まあ、そういう意味でこのシステム監査といいますのは、現代社会のリスク制御の一つのモデルを示しているとも言えるわけですね。で、このシステム監査の基準、がですね、最初に日本で作られたのは1985年です。ようやく、まあ、日本にコンピューターがこの時に普及し始めたんですね。この時に当時の通産省によって、策定されました。でその後、1996年、2004年と2度の改定を経て、まあ、96年というのはちょうどインターネットが普及し始めた時ですね。で2004年の改定は、まあ、さらに、まあまあ、例えばソーシャルメディアの普及ですと
か、まあ、さらに一段と日本でコンピューターやネットが社会に深く浸透した時期にちょうど対応しているといえると思います。でこの2004年に改定されたのが現在、運用されているバージョンです。でこの2004年の改定の時の2つの大きな特徴としてですね、一つは第三者による保証型監査というやり方が導入されたということがあります。それまでですね、この企業の情報システムの監査は基本的に内部監査で行われていたんですね。でそれに対して外部の第三者が、その監査の結果を保証するという、そういう制度が導入されます。それからもう一点はですね、この監査結果の開示ということを、まあ、企業などに要求するということで、この2つの、改正の目的は、このシステム監査によって、さまざまな利害関係者に対するアカウンタビリティを向上させる、説明責任を果たさせるということですね。で利害関係者、例えば株主であったり、消費者であったり、周辺住民であったり、取引先であったり、まあ、さまざまな人です。でこのようにしてですね、システム監査というのは、情報システムの作動のあり方を、監査するということになって、そのリスクを制御する、まあ、そういう制度であるということが言えます。あ、一つ手を加えておきますとですね、このシステム監査の制度は残念ながら、会計監査のような義務ではありません。いわゆる任意の監査です、ね。まあ、しかしながら現代では情報システムの持つ、安全性、適切性、非常に重視されていますので、多くの企業がこのシステム監査を導入しています。はい、で、以上のですね、監視と監査という2つの現代社会の活動、これをですね、まあ、社会システム理論の観点、リスク制御という観点から、理解するときに、ですね、総合的観察というモデルを、用いることでよく理解できるのではないかと思います。総合的愛を担う観察ということですね。でこのモデルで、先ほどの2つの活動を理解することで、現代社会のリスク制御、特に科学技術のもたらすリスクを制御するという、そのあり方を考えるときに、まあ、一つの一般的なモデルが示唆されているというふうに思います。で、ちょっとまあ専門的な話ですけれども、この総合的観察という概念は、YAP という、ドイツ人の社会学者、まあ、この人も社会システム理論の学者の一人ですけれども、この人が提唱しているモデルです。で、現代社会の機能システムといいますのは、先ほど、お話ししましたように、それぞれの独自のコードに基づいて、さまざまな観察を行っています。これを一時的な観察というふうに。まあ、経済システムであれば、要は、利益が得られるかどうかという項目に基づいて、まあ、第一次的な観察を行うということですね。で、この第一次的な観察に対して、この機能システムの外部からの二次的な観察者の視点を導入する。まあ、もちろんこの外部からの観察は一つだけではなくて、まあ、もっと複数でもいいですので、まあ、3次、4次の観察ということももちろん考えられるんですが、いずれにしましても、そのようにして、システム自身のコードに基づく観察だけではない、外部からの観察の視点を導入する。そのようにして、複数の観察の様式の、まあ、王冠行き、あるいは相互観を、関門にする。これが相互的観察という概念の意味です。で、私の話では、まあ、この監視の監視とシステム監視という2つの例だけを挙げましたけれども、この考え方はですね、現代社会の特に技
技術システムのリスクに対していろんなところで応用が来るのではないかと思っています。ただですね、この、言葉にしてみれば非常にある意味、単純なことのように思われるかもしれませんけれども、これを実現するのにはですね、実は、大きな課題があります。それはですね、この総合的観察を行う観察者には非常に高度なスキルあるいはモラルが求められるということなんですね。でこれは先ほどのシステム観察の場合を想像していただければお分かりになるのではないかと思います。つまり情報システムに関する専門的な知識、それから企業であれば経営に関する専門的な知識、それから法に関する知識ももちろん必要になりますね。そういう複数の専門的知識を兼ね備えていなければこの総合的観察というのは行えない。システム監査であれば、システム監査を担当するシステム監査技術者、これは国家資格になっています。ちょっと正確に忘れましたシステム監査人という制度があります。でこれの試験はですね、公認会計士のことになるので、最難関の国家試験の一つとされています。そのことでも分かるように、この総合的観察の非常に高度な、知識や技術、そしてモラルが必要なんですね。しかしながら、この現代社会の科学技術システムがもたらすさまざまな利口なリスクに対処していくためには、この困難な課題をですね、クリアしていかなければならないということを、最後に申し上げておきたいと思います。それではちょうどほぼ時間になりましたので、この辺りで私の話も出していきたいと思います。最初に言いましたように、いわゆる文献の脅威ですね、多くの文献を参照しています。より詳しくご覧になりたい方はこういった文献を語っていただくと、それではどうも。